見ていてわかると思いますが、失敗しちゃいました。美容院で切ってもらったんですけども、失敗しました。これ髪切ったんですよ。10センチぐらい切ったんですけど、10センチか5センチぐらいだと思ってそんぐらいにしたんだけど、かわいいよ。あのね、店員さんがね、うん、もう少し切りますかって言って、うん、それでもう返事をしようと思ったらもう切っちゃったんですよ。あ、はいって言う前にね。そう、なので髪長いのが好きだよって人はすいませんすいません、すいません。でママはこの方が可愛いなって思ってて、逆にいいなって思うんだけど、まずなんで切ったんだっけ。ババに言われましたなんかそれババ責めてるみたい。いや、ババ悪いわけじゃないんだけど、ババが熱いから切ったらって言ったの。違う、ババが普通に、うん、毛先揃えてもらえばって言って、ママがうんって言って、うん、切ってもらった気に入ってないでママはその時仕事の日でも、あのおばあちゃん家にもーちゃんが遊びに行ってる時に起こった事件なんですよね。はい、可愛いけどな、サラサラだし。ほらサラサラってやってよ、こうやってやってみ、ほら今日焼け止めね、ついてる感じでちょっとペタペタしてですよ。可愛いよ。いつもお化粧してるの、今日に限ってリップ塗ってないんですか。今日友達に家行くんですよ、なので塗りませんいつもリップとか塗るじゃん、赤いの。ありがとうございました。今日の動画見てくれてありがとうございます。おすすめの動画を見てください。じゃあね、バイバイはい、ももちゃんどうでしょうか、はい、髪は髪は気に入ってないよ気に入ってないよ。まだダメですか、はい、あれからダメだよ。過ごしてもダメですか、何日過ごしても。はい、なんでママはすごい可愛いと思ってるんだよ。え、髪短いから、うん、いろんな髪できないから嫌だ。あ、それ結びたかったの。違う、何、私は髪の毛を触るときに少ししかないのが気に食わないのだ。あ、そうなの。でもほらこの写真とか可愛いよ。なんなんなん今日のゆがもチャンネルを見てくれてありがとう。ありがとう。他の動画もいっぱい見てね。バイバイ。